どうも、Q2F です。本日なんですけど、急遽ね、動画を撮っております。今日お世話するのはですね、ヘラクレスの、1年ね、6ヶ月ぐらい経ったね、ヘラクレスの幼虫です。こちらね、さっき見たら、幼室を作ってたんですよ。で、下からね、見えたんで、ちょっとひっくり返すのが難しいんですけど、どうやらね、こうね、真横にね、幼室を作っちゃってるんですね。なので、今日はね、急遽、今から人工幼室の方にね、移し替えていこうと思います。なんで人工幼室にね、暴れた後あんな、これ。人工幼室にね、移していくかっていうとですね、こう、この位置で作っちゃうとね、明らかに幅が足りてません。で、こっちとこっちにね、小窓が見えております。まあ、こうなるとね、洋室のね、長さが足りないので、角がね、まあ、まず折れるでしょう。でね、まあ今日はね、全容段階で気づいたんで、これをね、人工洋室に移して、角曲がりをね、防止していこうと思うんですけど、人工洋室の作り方ね、これ僕ね、よう説明できません。これね、すごいね、難しいんすよ。手の感覚で作るっていうのは難しかったりするから、結構ね、皆さんね、道具を使ってね、なんかね、まっすぐにするね、コツみたいなのがいろいろあるみたいです。で、僕の場合はね、うまくね、作るのがね、苦手なもんで、前回というかね、このね、前の個体が、まあ、そこそこのサイズだったんでね、石膏でね、型を取って、それをね、型枠みたいな感じにしてね、人工洋室作るようにしてます。よし。で、倉庫行ってる間にね、この洋室が見えてきました。ちょうどね、こう作ってるんですよ。で、完全にね、幅が足りてないので、人工洋室ね。で、うまくね、もしね、まあ自分でね、僕みたいにするのであれば、綺麗に作った洋室、ヘラクレスがね、綺麗にね、こう縦に作って、形が残せそうだったら、過去動画にね、リンク貼っときますけど、過去動画にね、石膏でね、石膏を流し込んで型を取るっていうね、動画を出してますので、それでね、自分で作ってみるのもいいかもしれません。で、インターネットとかね、探したら、3D プリンターとかで作った、ヘラクレスのね、人工洋室を作るための、プレス機というか、そういうのね、販売してらっしゃる方もいらっしゃるんでね、そういうね、のを見つけてからね、人工洋室作るのがね、一番手っ取り早いかなと思います。さあ、倉庫してる間に、見えてきました。お、やべ、もうなるやん、これ。あっぶねえ、ギリギリやん。これはやばい、危ない、これ今日明日やん。まずい。あ、よかった、気づいて。一日待とうかちょっと迷ったけどね、屈伸運動が見えてたんでね。これ、この幅じゃね、ちょっとね、絶対折れるよねって感じ。さあ、危ないんでね、ちょっとすぐ急いで作りましょう。はい、では、今回使うのはですね、いつものように園芸用吸水スポンジ。こちらを使って、人工洋室を作っていきます。これのね、横幅はね、この度使用するね、この型、実際のね、ヘラクレスの洋室をね、石膏でね、固
固めた型、これをね測って、それよりちょっと狭めでね、今線を引きました。こんな感じでね、大体の大きさが作れたら、これをね、きれいに鳴らしていきます。で、鳴らすのはこれをね、プレスして形をね、グッと押したらね、形があんまりね、強く押しすぎると、久しぶりやからね、あんまり強く押しすぎると、オアシスがね割れてしまうので、そこだけちょっと気をつけに行きます。よし、で、これに関してはね、もっといいやり方あると思うんですけどね、とりあえず手持ちでね、簡単にこれは作れるんでね、まあおすすめではあります。 3D プリンター持ってる人から作ったのを買うか、自分で 3D プリンターで作るか、かなりね難しいと思う。ただやっぱね、こういうのが1個あると、まあ綺麗な洋室が作れた時にはね、こういうのを1個作るといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。これでね、もう完全にこれはね、ヘラクレスが作ったね、洋室のコピーなんで、まあそれなりにね綺麗になるんじゃないかなと思います。あとはね、ちょっと細かいのをちょっとね、でこぼこしてまた直して、で、入れる入れ物はね、100均のシューズケース、これね、ジャブンって沈めます。こんな感じでね、で、ちょっと多いから、よいしょ、たっぷりね吸わせました。よいしょ。で、これだとね、ここに隙間があるんで、余ったオアシスを入れて、埋めていきます。これでね、このまま羽化させてもここに落ちることはないんでね。で、ただこのままだとね、ちょっとね、ここでブチッと途切れちゃうんで、ちょっとね、先端を整えます。無理かな。で、せっかくなんで、これを延長して。よいしょ。このね、境目を消してあげる、これでね。よし。はい。これでね、人工洋室は完成です。
このままだとちょっと水分が多いので、ティッシュでね、ちょっと表面の水分を取ってあげれば完成です。せっかくだから体重も測るか。よいしょ。あ、難しいの。ちょっと、おお、これやべえ。今にもね、見て、ギリギリセーフ。今にもね、さなぎになりそう、これはね。で、せっかくやからね、ここ、これがね、角の部分です。で、ここが足やから、こっから後ろはね、全部お腹になります。うん、112。そんなに大きくないね。よいしょ。はい、といった感じですね。これでね、人工溶出は完成ですけど、まあ、このやり方はね、僕みたいに、石膏でね、型を取ったりとかそういうことをしない限りはちょっとできないんで、ちょっとね、僕のやり方はね、あんまり参考にならないかもしれません。でもね、もしね、綺麗な溶出を作った時にはね、こんな感じでね、石膏で型を取ったりするのもね、いいかもしれません。人工溶出作るときね、失敗のないね、少ないね、人工溶出がこうやってね、簡単作れるのでね、一個型を持っておくとね、便利だと思います。で、こうやって型を作るか、まあ、そういう製品を買うか、って感じですね。これほんと明日にはなりそうだよな。ではね、本日の動画はこれで終わろう。はい、あの後ですね、無事にね、さなぎになりました。ほんとね、暴くのね、ギリギリだったみたいです。よく、朝起きたらね、もうこの状態でね、さなぎになっておりました。でね、角もね、角もね、ちゃんとね、まっすぐなってくれたのでね、まあ久しぶりにね、人工溶出作りましたけどね、安心しました。でね、これとなんですけど、以前ね、少し前の動画でね、自然溶出の方のね、よいしょ、動画もね、あげたんですけど、こちらの方もね、さなぎになっております。でね、こちらの方ちょっとサイズはちっちゃいですけど、いるかな。こちらもね、ちょうど横向いちゃったね。こっち向いてくんないかね。よいっと。こちらもね、まあ、じっとせんかな。あ、今からや。こちらもね、こうね、見てもら、あ、動くけどね。まっすぐなね、さなぎになってくれました。こちらもね、このままね、管理していこうかなと思います。といったわけでね、本日の動画はこれで終わろうと思います。次回の動画でね、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。